ホセアとゴメル。ゴメルは旧約聖書のホセア書に登場する女性で、デイブラムの娘、後に預言者、ホセアの妻になった。名前は何を意味しているか、不明確である。預言者ホセアは、神の命令によって、官員の女であるゴメルと結婚した。そして、第一子イズレール、第二子ハルマ、第三子アミを生んだ。しかし、ゴメルは、 ホセアや子供たちを捨てて、愛人の下に行ってしまった。妻の配信によって、失意のどん底にあったホセアは、神の愛と命令に励まされて、裏切りの妻、ゴメルを、大麦一褒める藩で買い取った。鈴木正の伝統的な解釈によると、不貧乏の女と知りつつ結婚したホセアは妻、ゴメルに裏切られ、彼女は他の男の元に走り、ついには奴隷になってしまった。 神の命令を受けて、ホセアはゴメルを買い戻したという文字通りの解釈を提示している。このゴメルの存在については多様な解釈がある。それらは、非事実説と事実説に分けられる。非事実説を採用する学者は、ジャンカルバン、ヤング、リダボス、カウフマンなどである。事実説を採用する学者は、スティフンス、ホッジ、関根正夫、ジェームズ、ファイファー。 ローーリーなどであるゴメルは結婚後に会員の女になった。ゴメルは神殿娼婦つまり偶像礼拝の女であった。ゴメルは結婚前から会員の女であったなど様々な説がある。ありがとうございます。